南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。なんじらみな菩薩の道を行じてまさに殺仏することもうべしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。御所をお持ちの方は、御所の、1491虫持御所虫持御所の最初のところですね、最初のところから段落のところまで、読みます。はい。虫持御所にのたまわく虫持一百枚菓子一個玉いおわんず、正月の一日は日の初め、月の初め、年の初め、春の初め、これをもてなす人は月の西より東を指して、蜜がごとく日の東より西へ渡りて明らかなるがごとく、徳もまさり人にも愛せられそうなり、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。改めまして、新年明けましておめでとうございます。昨年中は皆様方の日蓮大聖人様の法を求める新人の真心に支えられ、法を守りお寺を守ることができました。本年もお互いに昨年以上に日蓮大聖人様の法を求め、新人の真心を磨いて縁する人々に信ずる法を伝えていきたいと存じます。2月の今年明けて2月の16日の日蓮大聖人様のご誕生へは、日蓮大聖人様が承久4年2月16日に阿波小湊片海の漁師の子供として生まれて799年目にあたりますが、その日に合わせて三宝院での長年の願いでありましたところの日蓮大聖人様、日光聖人様、日目聖人様の日蓮聖宗の信仰の根源をなす三支塔と北海万霊の供養塔を建立開眼を、特別なアクシデントさえなければ開眼供養として行う予定であります。このことも皆さん方の新人の心がより深くなるために役立っていただくように願っております。日蓮大聖人様は先ほどお読みしたところの虫持御所の中にも示されているように、正月の一年の始めを大切にしなければいけないと示されております。初日の出のこの初
という字がありますけれども、この初日の出の初という字は衣編に刀という字をこのかたどっているわけですけれども、着物の糸が織り上がった巻物の状態になっている反物の生地に最初にハサミを入れる、素材に作業の開始、新しいものを生み出すためにそれまで作られたところのその生地に最初のこの作業に入るという意味から、衣編に刀で始めというふうに言います。で、女編にカタカナのムロの始めは、女の人がお腹に新しい命を宿す命の始まりを意味している文字であります。どちらも息を止めて真剣に命、またその品物というものと向き合わなければいけない瞬間というものを、この始めという二つの文字というものが表しているわけであります。日蓮大聖人様は、どんなに苦しい時でも、悲しい時でも、挫折している時でも、悩んでいる時でも、絶望している時でも、南無法蓮華経のお題目を唱え、南無法蓮華経のお題目とともに一年の始まりを襟を正して迎え出発しなければいけないと示されているのであります。毎日のニュースを通して世界日本を見つめると、必要以上の便利さ、豊かさを求め、そのために苦しんでいる人たちがたくさん生まれています。止まれば墜落してしまう、着陸することができない飛行機に乗ったように、便利さ、豊かさで人間はどんどん不便になり、またどんどんわがままになり、自分の利益しか考えない、それを自由と履き違えした人間が多く存在する世界になってきています。地球温暖化をストップさせようと、16歳のスウェーデンのグレタさんが国連はじめいろいろなところで訴えています。なぜか、大人は自分たちの今だけの利権を考えて、子どもの未来の地球を考えていない。世界中の大人が考え、世界中の大人がやらなければいけないことを全くやってくれない。だから未来に生きる子どもが声を上げなければいけないという、そういう考え方のもとに、この地球温暖化の問題を中心として世界に訴えているわけであります。100年に一度という大災害が毎年世界中で起きているのであります。自然災害でなく、人間が起こしている災害になっているのであります。人間の心、生き方が乱れれば、自然も乱れ、自然が乱れれば、人間も乱れる。すべての命は、平等でつながっているのであります。このことは法華経のみが説いているところの教えであります。そのことを通して日蓮大聖人様は立正安国論に、この自然の乱れと私たち人間の心の乱れというものがつながっているんだということを世の中に広く訴えたわけであります。宗教は誰もが正しく成仏できる法を一番に求めていかなければいけないはずでありますけれども、世の中の人々は宗教は何でもいい、どんな教えでも世間の冠婚葬祭ができさえすればいい、成仏なんか絵空事で、どの宗教も自分のところが一番正しくて成仏できる、天国へ行けると言っているのだから、たまたま生まれた家の宗教、結婚して主人の家がやっている宗教に従っているのが常識で、いさがいがなく、それが
一番平和でいい。神社のお祭り、クリスマス、何でも楽しければ、何でも拝み、何でも拝むことができるというのが一番いいと。自分のことであるにもかかわらず、他人のこと、世の中の雰囲気、みんなもやっているから、自分もやるで、その教えが何を説いているのか、私たちをどこへ導こうという教えなのかを考えることも選ぶこともしないで、何でも拝んでおけば何か引っかかっていいことがあるだろう、守ってもらえるだろうと考えている世の中であります。携帯電話や自動車や家電製品でも説明通り使えば便利に動いてくれますが、説明通り使わなければうんともすんとも動いてくれない不便なものであります。それぞれの宗教が説く教えはそれぞれの機械の説明書と同じであります。この機械は何をするための機械で、何ができるのかできないのか、それはどう動かしてどう使うのか、用途があって私たちはその機械を選んで買うのであります。宗教は携帯や自動車、家電製品を選ぶことよりもはるかにいい加減でむしゃくしゃな状態になっているのであります。そんな何でもいい南無妙法蓮華経だけが本当の成仏を説いている教えなんだといえば、争いのもとになって摩擦が生じて人間関係がうまくいかない、そういう考えの人々、そういう考えの社会に、すべての命は平等につながっていて、すべての命に仏の命が備わり、すべての命に成仏する資格があり、すべての命は法華経の行者として生きることによって仏になることができるという日蓮大聖人の仏法を伝えることは本当に難しいことであります。難しいけれども、私たちはこれこそが仏の道を行じて成仏するための信心修行と心得て努力していかなければいけないのであります。末法のご本仏日蓮大聖人様はその道を歩まれ、その道を示してくれたのであるということを心に刻み、新しい年をこの信仰というものを大切に中心にして切り開いていっていただくようお願いを申し上げ、新年初頭のお祝いの言葉とさせていただくものであります。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。